深いことも、アウトの風なんかもめちゃくちゃありますよねって、そう、まあ、楽しむのが一番なんです。結局楽しくないと続かないし、うん、でもね、あの家族親子あるあるでなんかね、やっぱ親子でテニスしますかって、いや子供とテニスをすると地獄のようですってね、やっぱ子供は親御さんに勝ちたいと思ってきたりするから、親がガーっていうよりもそっちの方が僕はあのいいんじゃないかなって思うんですけども、あのすごいってなんで言ってましたもんね、でベスト4ですよ、準決勝で対戦相手のジム・クーリエ、この年の全仏優勝者に対してネットに寄りかかり I can't play anymore と言って棄権したと記憶しています。やっぱ悪道のね、小学1年生で、どれほど研鑽を、積んだらあんなに上手になるのだろうか、息子は身体能力は普通だと思います、はい、身体能力、技術ともに、その子の方が上ですが、追いつくためにどのような取り組みをしたらよいと考えますかということで、私に聞いていただけることが、まあ、非常に、いたします。はい、じゃあ次も行ってみましょうか。なかなか結構面白い、なんだろうな、コメントをたくさん、いただいておりますので、これは「テニス」コメントお答えします。気になるお客さんの「かっこ視聴者さん」、会ったことあるかないかわからない「かっこ閉じる」お答えしますコーナー、はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ、あのコーチをやってると、あの定期的に、まあ、23年目になりますから、なんかあの人よく見かけるけど、あの人何どうなってんのお金っていう話を、まあ、あのね、こう、まあ、余談話ですけどあって、まあ、あのそれスクールによって違うんですけどね、あの親族とか、まあ、スタッフだと、まあ、無料になったりとか、いわゆる実質ゼロ円、なったりとかね、割引があったりっていうのがあったりするし、まあ、逆に言うと、月10万ぐらい払って、毎日通っていらっしゃる方、プラスプライベートレッスンを受けられたかなっていう方も、いらっしゃいましたね。というので、まあまあそこら辺のシステム的なあのことをちょろっとふわ、ね、ふわっと、定期的に聞かれることがあるので、なんか毎回あの人来てると思ったら、あのどうなってんだろうなと思った場合は2パターンあるっていう、まあどうでもいいお話なんですけど、まあ、ちょっと雑談をね、冒頭に挟んではどうかっていう、ね、意見をいただいたので、はい、まあまあそのコーチをやってるとなんか定期的にあるんですよ。例えばあの上手な人なのに、もう進級しちゃっていいんですかみたいな方もいらっしゃれば、逆に、なんで進級できないのみたいな、それで、まあ、大きいスクールさんとかになってくるとね、コーチを出してお話して、で責任者とかもテニスの上手なとかもそういうコーチにねお願いして、いやあなたこうこうこうで、まあ、大体どこ行っても同じパターンだと思います。というので、今日も行ってみましょう。いつもね本当にありがとうございます。めちゃくちゃもう結構ね動画コメント返ししてるんですけども、めちゃくちゃコメントいただいて非常に幸せで、ございます。はい、では行きましょう。トシさんね、はい、2年前の動画配信ですが今見てもとても良い企画ですね、ありがとうございます。カットね、結構まあまあどこから何もスポンサード、受けてるわけではないので、はい、このようにお話を、させていただけるので、まあ、そう言っていただけるとですね、めちゃくちゃありがたいですね、実に。はい、なのでまた引き続きですね、よろしくお願い、いたします。はい、じゃあ次も行ってみましょうか。なかなか結構面白い、なんだろうな、コメントをたくさん、いただいておりますので、これは結構ね面白いね、話たくさんあります。はい、ゆうさんですね、加藤コーチこんばんは、ゆうですっていうのでね、はい、興味を持つ人が上達するというね、息子の試合でたまに当たる大きい女の子がいます。その子はとても上手でいつも圧倒的な力の差で優勝していきます、顔一つ分ぐらい身長が違っていたので
2つ上の小学3年生だと思ってますが、なんと同学年の小学1年生でした。これテニス、ジュニア低学年女の子あるあるです。はい、しかもスカウトキャラバン全国大会で優秀選手に選べたような子でした。スカウトキャラバンね、なんかありましたね、そういうのも。その子も最初から勝てたわけでなく、デビュー戦の時は1勝7敗というとか、うちの子と変わらないようです。スカウトキャラバンで、最優秀選手になるほどの子なので、身体能力がかなり高いので、何かのきっかけで大きく伸びたのだと思います。小学1年生で、どれほど研鑽を、積んだらあんなに上手になるのだろうか。息子は身体能力は普通だと思います。はい、身体能力、技術ともに、その子の方が上ですが、追いつくためにどのような取り組みをしたらよいと考えますかということで、私に聞いていただけることが、まあ、非常にありがたい、お話に、なるんですけれども、これね、スカウトキャラバンじゃないんですけども、森田ファンド、ちょっとね有名になってる選手になるので、あんま個人名挙げると別に僕は聞いた話だからあれなんですけど、世界のランキングトップ100に入っている選手で、森田ファンド、はい、通ってない選手もいます。だからこのスカウトキャラバン自体は企画としてはすごくいいと思うんですけど、必ずしもこれではないで、昔ですね、レイトン・ヒューイットとか、世界ナンバー選手、なんだっけ、ヒンギス、マルチナ・ヒンギスね、平沢潤さんがスカウトされた方ですけども、と一緒に試合を回ってた方がいらっしゃってて、その方が、日本人の方だったんですけど、話をしてたら、なんかね、才能って日本で言うけども、そんな日本人のレベルの才能じゃないと。ヒンギスとかは本当に、また試合かみたいな感じで普通に大きい大会優勝してくる、あれを才能と言うんだと思うとおっしゃってて、で結局そのコツコツ努力を続けることが大事だし、もう人の才能を羨んでたりとか、こう人はな特別だなと思ってるんであれば、やっぱりもう常に歩み続けてトライアンドエラーを繰り返した方がいいとおっしゃってました。はい、私は選手として回ってたわけではないので、そういった意味ではですね、はい、とても良い、なんていうのかな、アドバイスになってると思います、実際に行かれた方なので。はい、そうですね、迷いますよね。であとね、男の子と女の子ってだいたい14歳ぐらいが分かれ目、12歳から14歳ぐらいが分かれ目で、逆転していくんですね。それはもう生物学上のことなんですけども、筋力とか骨格とかも変わってくるし、そういうなってくるとまたこう変わってくる。今のうちからいろんな方と試合をしているといいと思います。女の子はね、本当にそういうのってとても多くありますよね。はい、次ですね、ゆうさん頑張ってくださいね。丸子さん、ジュニアで課題をクリアしないと進級できないお話がありましたが、それなりに上達しているのに課題クリアできないのにコーチの問題だと思います。厳しいね。そうですね、子どもの技術を上げる意識が薄く、課題と関係なくなんとなくボールを出しているだけのように思われます。これ難しいところなんですよね。でも丸渕さんのおっしゃる通りだと、結果、そうですね、週1のテニスで2年続ければ10回ぐらいは絶対ラリーけども、どちらかっちゃうとかもありますね。だからよく言うんですか、こう見る、こうコーチが見て、例えばアドバイスをして理解をさせようとするコーチ、それ自体は僕は悪いとは思わないですし、全然いいと思うんですけど、結果として子供がそれができてなかったら、やっぱボールを打たすって方が大事なんですよ。でボールを打たす時に何がその間違ってきているかというと、結局変な形で打っててもそれを指摘しないとか、あとコーチだったらこの球の出し方である程度ね、その修正はできるんですよ。だからその言葉というよりも言葉と見る目を含めて、やっぱりその子がうまく進級できるようにしてあげるっていうのをね、やっていくのがいいんじゃないかなと思います。ただこの課題と関係なくなんとなくボールを打たせてるだけのように思われますっていうのは、とてもですね、はい、理解できます。なんとなくっていうね、
ただやっぱ結論ボールをたくさん打たせた方が上達はすると思うんですけど、その時はコーチがいかにその子その子を見ていくで、やっぱこのサーブを打って、ラリーができるっていうのはある程度年数練習重ねればできるので、僕の 目標というか、まあ、例えばサッカー部野球部とか、まあ、今だと何だろうバスケとかバレーボールとか、まあ、上手な人、いっぱいいらっしゃる、いっぱいというかその元々のこのね競技としてやっぱりこうテニスって、まあ、もちろんそういう選手コースのところで走らされたりするかもしれないですけど、でもテニスってなんとなく走らずに済むじゃないですか。もうとりあえずボール打つとこからスタートじゃないですか。ってことはフィジカルがもともと違うんですよ。野球部サッカー部はとりあえず走らされるじゃないですか、どんな弱小校でも。で考えた時に、やっぱりすぐにパフォーマンスが上がるようにできてるんですよ。もう石杖とかできてる。だからそういう子たちが例えば中学校でテニス部入りましたってなった時でも、そういう子たちにはスタート地点で負けないようにしていきたいなっていうのは一つの目安ですよね。うん、だからそういかにこうこのコーチの見る目線が、ね、しっかりしてるかっていうので、だから見る視力の視に、ね、見るって僕は考えるんですけども、はい、次行きましょう。はい、父ちゃんありがとう、こんばんは父ちゃんです。サーブとレシーブこんばんは、大切ですね。でレシーブですが、父ちゃんはテレビ東京で放映していた、またマニアックというか知識が豊富すぎる、マイワールドビッグテニスの影響か、レシーブとは言わずリターンと言ってます。でリターンの名手といえば、なんて言ったってジミー・コナーズです。 G の父ちゃんでし、父ちゃんぐらいしか知らないかもしれませんが、いやコナーズ知ってますよ。あれ悪童でしたっけ、違いましたっけ。相当で、ね、僕結構好きです。当時サウスポーのキーな両手バックハンド、フラットでガンガン叩き込むセンセーショナルでしたね。そのコナーズが1991年の全米オープン、当時39歳、あの頃は35歳で現役引退で時代でしたから。そうですよね、アガシがカムバックして30代でグランドスラム取ったかなんかでね、すごいってなんで言ってましたもんね。でベスト4ですよ、準決勝で対戦相手のジム・クーリエ、この今年の全仏優勝者に対してネットに寄りかかり I can't play anymore と言って棄権したと記憶していますやっぱ悪童のね、あの人の本ね、なんかね、読みましたけど結構面白かったです。向こうの人ってやっぱり自分をこううまく主張しますよね。うん、まあ、そのなんだろう、悪童の行為は別として、でもやっぱそれはそれでね、僕はいいと思うんですよ。翌1992年からは出場大会数が減少していったものの、1996年まで現役だったとの記憶が、ウィキペディアより父ちゃんよく使う名言、無事これ名馬です。確かに、晩年1990年以降はサンプラスやベッカーのドッカンサーブにやられた印象が強いですが、やっぱ父ちゃんすごいな、歩くテニスの生き字引ですね。はい、なんだっけ、あれどこだっけ、でね、どっかの際に強いですが、上記のワールドビッグテニスでベッカーとの対戦の一コマです。上京の、藤吉二郎さんが、コナーズの集中したリターンの、構えを見て、ファーストサーブでのエースは仕方ないけど、セカンドが、壺に来たならって感じでしょうか、というのがコナーズの、表情と相まって鮮明に目に焼き付いています。そこから父ちゃんリターンの心構えみたいなのができたと思います。エースは仕方ない、反応して返すのがやっとかもしれないけど、セカンドなら得意のバックならなおさら叩き込んでやるというイメージの持ちようがいいですね。バックハンドを叩き込めるって、そういうように迷いがなくなると結構良い結果になっちゃうもんです。ではまた、ありがとうございます。いいですね父ちゃん、バックハンドね、ちょっと叩き込んだのコツを教えてください。あと2ついっちゃいましょうか。トシさんとね、リュウさん、テニスは楽しい、本当私も思います。楽しく、そして楽しくなかったらこんなに長く続かなかったから、奥が深いことも、アウトの風なんかもめちゃくちゃありますよねって。そう、まあ、楽しむのが一番なんです。結局楽しくないと続かないし、うん、でもね、家族親子あるあるでなんかね、やっぱ親子でテニスしますか、いや子供とテニスをすると地獄のようですってね。やっぱ子供は親御さんに勝ちたいと思ってきたりするから、だから親がガーっていうよりもそっちの方が僕はいいんじゃないかなって思うんですけども、うん、関係する、まあ、でもそれだからこそ強くなっていくんじゃないかなと思いますね。だから親子の関係でテニスやった時に別にほんわかするのも大事だと思うけど、ある一定の年齢まではやっぱりこうちょっとギスギスしてるっていうのが正しい親子関係のあり方なのかもしれない。しかも子供主導でみたいな感じだとね。はい、ということでリュウちゃん、お疲れ様でございます。
今日のボタンは3番目でした。ありがとうございます。ボタン報告、父ちゃんさんと丸ブーさんの次かなってピヨピヨちゃんやサナサナさんや丸ワイさんにも早そう、まあ早押しクイズじゃないからよしとしましょう、ね、ありがとうございます。僕のモチベーションにつながります、59になって最近ベテランクラスで戦う方が良いのかクラス B で戦う方が良いのか悩んでおります。体力的にベテランの方が楽なんですが、私よりマジベテランの方の技術力を受けるのか、若い連中の体力勝負になるクラスが良いのか、非常に悩める年頃になってしまいました。体力なくてもパワーはある私、悩んでおりますっていうので、まあここね難しいところですよね。ただ一つ言えるのはベテランに出てくる方、まあ、でも両方入賞を狙っていくと結果一緒なんですけど、ベテランクラスの方が多分じっくり展開していって、まあ、やらしいテニスったらまあ語弊があるかもしれないですけど、やっぱりこうある程度テニスのこの酸い甘いもご存知な方が出てこられるので、結構やりづらいんじゃないかなと、僕は個人的に思います。なのでもう僕はそういうの話を相談けど、いや一般でまず出た方がいいんじゃないですかねっていう話を、差し上げます。まあ、ベテランに出られてる上手な方ってやっぱりこう結構本当にテニス始めました、初心者です、初級者ですっていうよりも長年テニスやってこられましたっていう方が多いので、そういう意味では龍一さんの場合は僕はまず B の方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ただまあ入賞狙いだったらどうなんでしょうか。僕は個人的にはやっぱりいろんなテニスが混じってるのがその一般の A とか B とかね、なんだ一般中級初級とかそういったクラスだと思いますんで、はい、いかがでしょうか龍一さん、ね、頑張ってください。はい、ということでですね、今日はこれで終わりたいと思います。どうもご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。